外に行って、あ、ここだったらいいんじゃないかなっていうところ、何気なく撮った1枚目がこれ。どうですか、これ。どうもこんにちは、たかしでございます。今日は、ニコンの Z シリーズのね、新しいレンズ、ニコン Z85mm の 1.8S ということで、このレンズがですね、ついに発売になりました。このね、レンズ、ポートレートとかを撮るのに最適なレンズなんですけれども、お値段が非常に安くて、まあ、10万円以下で買えるレンズということで、ちょっとね、話題になっているレンズになります。今日はね、このレンズを使ってこのモデルさんを撮影していきたいと思っております。ではね、ちょっと撮影風景も含めつつ進んでいければと思います。よろしくお願いします。はい、ではね、今回ちょっと花を使った撮影ということで、スタジオの中でまず撮影をしてみたいと思います。いきます。せーの、せーの。はい、ではね、外にやってきました。引き続きまして、Z7 とね、85mm の 1.8S の組み合わせで写真を撮っていきたいと思います。日陰になっている天井のあるエリアで、このサイドから光が差し込んでいるエリアっていうのをあえて選んでみました。ここで撮るとこんな感じになります。どうかな？はい、どうもお疲れ様でございました。いやー、暑かったっすね。もうね、お風呂に入ってきてさっぱりしたところなんで。じゃあ早速ね、レビューの方をしていきたいと思います。でね、ちょっと使用感なんですけれども、やっぱね、なんか軽いし、Z7 自体もね、結構扱いやすくできてて、で、瞳オートフォーカスもね、バッチリ来るんですよ。なので、これも使いやすいカメラで、かつ軽い。で、あとね、これから見せます写りがね、どうかっていうところだと思うんですよ。というわけで、ちょっと写り見ていきましょうか。では、1枚目いきまーす。これスタジオで撮った撮影なんですけれども、まあいい感じですね。どんぐらい改造してんのかなっていうのを見てみるとですね、こんな感じです。うん。シャープですね。素晴らしくないですか？これね、このレンズのポイントって、この写りで10万円しないっていうことなんですよ。これがね、もう最高にいい時代ですよね。軽くて写りが良くて10万円未満。じゃあちょっと次行ってみましょうか。はい、次もね、スタジオの撮影になるんですけれども、拡大してみるとこんな感じ。シャープにしっかり撮れてますよね。素晴らしいやつですね。じゃあ次行ってみましょうか。これね、次結構すごいんですよ。もうね、何気なく、ここから外になるんですけど、外に行って、あ、ここだったらいいんじゃないかなっていうところ、何気なく撮った1枚目がこれ。どうですか、これ。これね、ISO100、絞り 1.8。で、シャッタースピードが100分の1で撮ってるんですけど、見てくださいよ、この浮き上がるようなね、立体感ですよ。ちょうどね、この日差しが横から斜陽になって優しく入ってくるところを選べたのかなと思うんですけれども、1枚目でもこれ出されちゃうとね、なんか10万円、20万円のレンズっていうのの価値がどこまであるか、これわかんなくなっちゃいますよね。綺麗だな。息を飲むようなね、そんな写りをしてくれた一枚でした。はい、じゃあ次行ってみましょう。次ね、なんか柳の木があったので、それをバックにちょっと撮ってみました。
でね、なんかこのボケ感っていうのはちょっとボケすぎかなとかいろいろ試してみたんで見ていただきたいんですけど、これが絞り 1.8、 でこれが 2.2 で、ちょっとこれ少し離れちゃうんですけど、これが 5.6 ということでね、まあ、それぞれしっかりとこう出したい方向性を決めれば、まあ、こんな感じで絞りを調節していただくと、絞れますと。描写を見るとやっぱり 5.6 ぐらいの描写の方がくっきりはっきりしっかり映ってんじゃないかなと思います。まあ、このね 1.8 のボケも素晴らしいと思うんですけどね。はい、では次いきたいと思います。次はね、絞りを変えて壁を取ってみました。こんな感じですっていうのでいきます。これ 1.8 2.0 2.2 3.2 4.5 5.6 7.1 9.0 11ということで、なんかね、個人的にはこの 5.6 ぐらいから解像度がぐっと上がってるような印象を覚えます。これね、絞りの使い方次第ではいろんな写真がまたね別の角度から、表現をすることができるかなと思うので、これもしっかりと使い分けをしていけるとまたこのレンズの魅力っていうのをね引き出せるんじゃないでしょうか。次これですよ。これねいいんですよ。よくね、あの壁際に壁を向かって撮るショットってあると思うんですけど、これ結構ね、光の周りがうまい感じにいきやすいので皆さん覚えておいていただきたいんですけど、この壁を向いてるこのショット見てくださいよ。これ絞りね2で撮ってるんですけど、まあこのボケですよね。綺麗ですね。でこのモデルさんをくっきりと浮き立たせてしっかりと改造するという、うん、素晴らしいですね。やっぱりねこの F 値絞りをね低く、まあ、開放で撮ったりとかっていうのがね比較的簡単にできるようになったのはやっぱりこのミラーレス Z7 のね瞳オートフォーカスっていうのがしっかりと機能してくれてるからだと思います。この機能ねソニーのミラーレスにも、まあ、当然瞳オートフォーカス入ってるんですけど、当然ソニーの先に出して後追いの状態なんですけど、ニコンの瞳オートフォーカスもねそれに負けないぐらいのしっかりとした動きしてくれるんですよ。で当然左右の目を選択できるので、これもねすごく使いやすいポイントでしたね。はい、じゃあ次行きます。はい、次行きます。これもね絞りを変えて撮ってみました。後ろのねお花がボケるんですけど、そのボケ具合見ていただけるといいかなと思います。これ 1.8 2.0 3.2 5.0 これで8です。なんかねこの花のボケ具合、まあ、いろんな絞りによっていろんな特色があると思うんですけど、こんな感じでボケていきますので見といていただければなと思います。あとね、最後前ボケを使ってみました。葉っぱをね手前にこう被写体さんの前に入れてぼかすっていう感じだったんですけど、そこにもね光が入ってくれて非常に綺麗に撮れてんじゃないかなと思います。今回ねニコンの Z7 に 85mm の 1.8S のレンズをつけて被写をさせていただきました。被写テスト撮影をさせていただきました。でね、なかなかポートレートでこういうテストケースがある場合っていうのは少ないかなと思いますので、今後もどんどん上げていきたいと思うんですけれども、やっぱりねこの Z7 の能力っていうのはやっぱりまず高いのかなと。それに新しく出たこの 1.8 のレンズ F1.8 の S のレンズ S ラインですね、この高いラインというかよりハイグレードなラインだと思うんですけれども、ソニーでいうと GM レンズみたいなラインになるのかな。このレンズねほんと、うん、四隅まで改造してくれるっていうのかな。今までどうしても四隅っていうのが少し暗くなってしまう傾向にあったんですけど、もう四隅までねほんと明るくしっかりくっきりと、うん、これがねニコンのマウント系マウントのこの
この円の大きさですねを大きくしたっていうところの最大のね、利点というかメリットの部分になっていくんじゃないかなと思います。このね写り見ちゃうとね欲しいですよ。でこのレンズが10万円だったら良くないですかね。もうなんかこれ終点でもいいんじゃないっていう写りです。うん、まあ、開発された方もすごくね多分研究されて作ったんじゃないかなと思うんですけど、これとね、まあ、Z7 の本体があればポートレートこれだけで大丈夫ですよね。はい、というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。まだ新しいレンズということなのでまだそんなに使われてる方もいないと思うんですけれども、縁がありまして使わせていただく機会がありました。すごくね欲しくなりました。皆さんぜひね、サクレを見て欲しいなと思ったらちょっと使ってみてください。まあ、電気屋さんに行くと使えると思うんで触ってみていいなと思ったら買いましょう。これは本当に買う価値のあるレンズかなと思います。もうニコンさんのね頑張った結晶だと思います。というわけで本日ありがとうございました。今後もね、こういったポートレートを含めた機材のテストを行っていきますので、ぜひチャンネル登録をしていただいて末永く見ていただければなと思っております。では本日ありがとうございます。